教法の改革は、江戸時代中期に、第八代将軍、徳川吉宗によって主導された、幕政改革であり、官政の改革や天保の改革に並び立つ三、大改革である。名称は吉宗が将軍位を継いだ時の年号である、教法に由来する。開始に関しては、教法元年で一致しているが、終わりに関しては、教法20年や延教2年とするなど複数説がある。 また、教法規として、実際に、幕政改革を行った時期にとらわれず、おおむね、元禄時代と田沼時代の間の時代区分として、扱われる。主としては、幕府財政の再建が目的であったが、先例格式にとらわれない政策が行われ、文教政策の変更、法典の整備による、司法改革、江戸市中の行政改革など、内容は多岐にわたる。江戸時代後期には、 教法の改革に倣って、完成の改革や天法の改革が行われ、これら三つを指して、江戸時代の三大改革と呼ぶのが、私学上の慣例となっている。また、時代の田沼時代の特徴とされる株仲間の結成や、描画金といった商業政策も、教法規が講師であり、同時期の乱学や国学の発達も、この時期に行われた。 官約要所輸入緩和などの文教政策に原因を見ることができる。徳川吉宗人事面では六代将軍、徳川家信、七代将軍、徳川家継時代に、聖徳の地を主導した荒井白石や真鍋秋久らを解任し、紀州藩の人材を多く、幕臣に登用。本家ではない吉宗の指導力の確立を図り、紀州藩士による御庭和版を創設し、 江戸の都市政策を行う一方で庶民の要求や不満の声を直接素願の形で募るための目安箱を設置。また、廃止されていた高刈りを復活させる。江戸の都市政策は、南町奉行の大岡忠介が主導し、町奉行所や町役人の機構改革を行う。家事対策は、町引け仕組合の創設にとどまらず、防火建築の奨励や非助地の設定、町内の廃止や、 町なるしの原因など、調整改革を伴うもので税金の収入などがあった。米価や物価の安定政策、貨幣政策もいった。仮想民対策では、目安箱の当初から貧病民救済を目的とした小石川養生所を設置し、諸藩にも踏襲された。師匠や掛けごと、真珠など、風俗取締りや出版統制もいった。倹約と増税による、 財政再建を目指し、農政の安定政策として、年貢を強化してご公五民に引き上げて、ケミ法に代わり、法教に関わらず一定の額を徴収する、上面法を採用して、財政の安定化を図る。地水や、越後春寺方、日田や淀川河口の神殿などの神殿開発、助ケ制度の整備を行う、米価の調整は不審に終わった。青木根耀に、 基金対策作物としての干渉栽培研究を命じ、朝鮮人参や、菜種油などの商品作物を奨励、薬草の栽培もいった、日本映図作成、人口調査、国民教育、高校のや、全校者に対する報奨政策、桜や桃などの植林、幕府財政を安定させたという点が評価され、その後に、同じく緊粛財政を基軸とした、完成の改革、 憲法の改革の手本ともなった。だが、一方で、年貢増長など農民に負担を強いる政策が行われたこと、幕府創業時あるいは五代将軍、綱吉時代初期を反と考えるあまりに、現実の社会の流れに一部で逆行する政策が見られたこと、共放年間中期以後に財政再建や物価対策を急ぐあまり、一時しのぎ的な法令を乱発したことなどは、 帰って幕府、将軍の権威を弱め、社会的な矛盾を後々に残す結果となった。特に年後、年貢を家の部、家継時代の四甲六民から五甲五民に引き上げたことは、農民にとっての過重負担となった。建前上は1割の上昇だが、四甲六民の時期において実質は、平均2割7分6輪程度の負担だったため、 引き上げの際の再計算で実質的に5割の負担が課せられたため2倍近い増税となった。合わせて条命法が採用された時も特に強作時においての負担増につながった。この結果人口の伸びはなくなり一期も以前より増加傾向になった。次の家主家時代には建前町は五交五民の税率は守られたが現場の代官の判断で 実質的な減税がなされている。一方で転換した政策でも、原文の改中は、リフレ政策として、日本経済全体に好影響を与えた、歴史上でも数少ない改中の一つであると高く評価されている。なお、幕府の重臣、旗本、初代名の間で、日常的に行われ、江戸時代全体を通じた、社会問題だった増収穫の取り締まりに、 吉宗自身が将軍としては初めて手をつけていたことは意外と知られていない。また、先民層に対しては、居住や服装等に制限を設け、農工商との接触を禁止すると、厳しい差別政策をもって望んでいる。ありがとうございます。